しまーす。テクニックが大好きなあなたに送るテクニックマニア、なるほど基礎講座を担当しますテクニック小川です。どうぞよろしくお願いいたします。先日ですね、セミナーでたまたま聞かれたことなんですけども、小川先生、テクニックマニアっていつもなんかあのテンションなんですか？どうやってあのテンションになってるんですか？というご質問をいただいたわけなんですけども、実はですね、いつでもこのテンションでやっています。日常生活も撮影もそんな変わんないんですね。ですので、こんなテンションでどうぞお付き合いいただければと思います。はい、それではですね、前回の質問の答えからいきましょう。前回はですね、肩甲骨ですね、肩甲骨とあとですね、肋骨、胸部ですね、胸部との間の関節のような動きをしているこの気孔のことですね、これを何というでしょうかということなんですけども、肩甲胸郭関節と言います。これ関節の名もついてるんですけども、いわゆるですね、膝関節だったりとか肘関節、そういったものとはちょっと違ったものになっています。これは何かというとですね、関節というとその関節、骨と骨がですね、密着してですね、それの、そこでですね、動きやすくなるためにあるものなんですけども、こちらのですね、肩甲骨とこの胸郭の、肩甲胸郭関節に関してはですね、骨と骨が密着しているわけではないんですね。どちらかというと、骨に、付着している筋肉ですね、筋肉と筋肉が滑り合ってできているというのがこの肩甲胸郭関節になります。この肩甲胸郭関節のポイントなんですが、肩甲胸郭関節に関してはですね、普通の関節だった場合はですね、例えば、膝関節症でしたりと、変形症ですね、変形症なので、構造的に悪くなってくるとですね、それで膝関節の動きが悪くなるということがあるわけなんですけども、この肩甲胸郭関節は骨と骨がくっついて密着しになっているわけではないので、ここの肩甲胸郭関節がですね、動きが悪いと、つまり肩甲骨の動きが悪いということになれば、この肩甲骨を動かしている筋肉、どこかに影響があるということが確実にですね、言えるというふうな部分があるわけですね。ですので、この肩甲骨を動かす、この肩甲胸郭関節の動きですね、この動きというのをですね、しっかりと見ていくことで、このですね、肩周りやですね、腕周りの筋肉のですね、アプローチというのが容易に探せるようになってくるっていうのがあるわけなんですね。意外と重要な関節になります。勉強になりましたね。さあ、今回のテーマを言ってみましょう。今回は、大腰頸筋と小腰頸筋になりますね。はい、それでは早速筋肉の構造から見ていきましょう。どうぞ。はい、それではですね、大腰頸筋、小腰頸筋の走行を見ていきましょう。まずですね、小腰頸筋から見ていくんですけども、小腰頸筋、大腰頸筋、両方ともですね、この脊柱の棘突起ですね、棘突起から、まず、起始が始まって、肩甲骨につく、ものになります。筋肉の走行をまず見ていきましょう。まずですね、小腰頸筋なんですが、小腰頸筋は起始がですね、この、頸椎ですね。頸椎の6番、7番。もしくは、7番と1番。このどちらかから、起始が始まるというふうに言われています。これですね、個別ですね。個性によってですね。人によって、この、どちらかから、発生するというふうな感じになりますので、こちらもですね、結構特徴的な、ものが、この小腰頸筋になります。では、走行を見ていきましょう。はい、で今回はですね、この、頸椎ですね、頸椎6番7番から、起始が始まって、停止がですね、肩甲骨の内縁ですね、内縁の、まあ、上部というところになります。この肩甲角ですね、肩甲角があるんですけども、肩甲角までは行かず、どちらかというとこの、肩甲胸のですね、横側に、つくような形で、このようにですね、斜めにつくような形になります。はい、続きまして、大腰頸筋ですね。大腰頸筋は、胸椎のですね、1、2、3、4番の棘突起から始まってですね、そして、この肩甲骨のね、内側の、下部ですね、に付着をしていきます。では、走行を見ていきましょう。はい、こちらですね。まず、棘突起のですね、胸椎の棘突起の、ところから始まりまして、そして、肩甲骨のですね、内側の下部ということになります。こちらがですね、上が小腰頸筋、そして大腰頸筋という風になるわけなんですけども、腰頸筋はですね、名前の通りですね、このひし形の筋肉になります。このひし形になって、この走行を見てわかる通りですね、この筋肉がですね、収縮すると肩甲骨の動きに関わってくるという風な筋肉の特徴になっていきます。
で、もう一つの特徴としてはですね、こちら、小菱形筋はですね、こう、頸椎までの棘突起までくっついてるんですね。で、大菱形筋は胸椎からということになりますので、この菱形筋のですね、この影響で、実はその首、頸椎 にもですね、この影響が波及するというところもですね、この走行を見て、学べるところになります。はい、続いてはですね、大菱形筋、小菱形筋の、仕組み、働きになります。こちらですね、大菱形筋、小菱形筋は、肩甲骨に、付着していて、肩甲骨を動かす筋肉になります。その動きとしてはですね、すべて肩甲骨の動きになるんですが、まず、大菱形筋がですね、肩甲骨の内転、表情、下方回旋、この3つの動きになりまして、そして小菱形筋も、肩甲骨の内転、表情、下方回旋、この動きになります。そしてですね、大菱形筋、小菱形筋は、その走行を見ていただいたらわかるんですけども、すべてですね、収縮して、純粋な動きとしては、肩甲骨を上方、そして後方にですね、このように動かしていくと、挙上させていくというふうな動きというのが、純粋な大菱形筋、小菱形筋の動きになってきます。この二つの筋肉の特徴と特性としましてはですね、やはりこの肩甲骨を動かしているということで、しかもですね、この肩甲挙筋と同じようにですね、重力に引っ張られながら、そしてこの腕の重さにですね、耐えながら、こう緊張している筋肉、これが大菱形筋、小菱形筋になります。ですので、ここの筋肉がですね、結構問題があってですね、そして、この肩甲骨の動きが悪くなったり、またですね、肩こりや、首のこりなどに発生してくるということも、まあまあありますので、こういったですね、菱形筋のこの特性ですね、それを見極めて、そこにアプローチすることによって、実はですね、この背中や、肩、そして腕周りの症状というのもですね、改善に向かうというのが一つ言えるわけなんですね。さあ、ここで問題です。今回ですね、この大菱形筋、そして小菱形筋とありますね。同じようにですね、この大菱形、つまり大きいひし形と小さいひし形とついてるですね、体の部位がどこかにあるんですね。で、その部位はっていうのはどこでしょうか。ぜひ次回まで考えてみてください。次回は棘上筋をお伝えいたします。それでは、また次回ですね。バイバーイ。